こんばんばは速報ということで、えー、ジャイアンツ澤村選手と、えー、ロッテ勝樹選手が、えー、トレードという形で今日の外に発表は14時ぐらいですかね対外的はというところでね皆さんがに、まあ、発表があったというところで佐々木チャンネルでも取り上げたいと思いますというところで、まあ、この、えー、トレード、えー、なりましたけども、まあ、佐々木チャンネルではねもう頻繁に、えー、言ってますけどトレード イコールポジティブというねトレードっていうのは非常に素晴らしいこといいことですし選手にとってはねあのそういったところ、まあどんどんねちょっとトレードにネガティブな方もまだまだねこの日本には多いように感じますから、えー、多くの人にですねこの「殺弱チャンネルの」の、えー、トレード絡みの動画を見てもらってですねあのトレードイコール ポジティブっていうところをですね、えー、皆さんも共有してもらいたいっていうぐらいね、まあ、あの喜ばしい、えー、喜ばしい発表ですね、まあ、トレードといえばね、まあ、ロッテはね今現在首位と0.5ゲーム差、えー、残り約半分のシーズンを戦っていくっていう形でね、まあ、起用法に関してはね、まあ、井口監督はまだこれから考えるっていうところですけども基本的には中継ぎかなとで、まあ、先発もいけるというところで、まあ、どちらかのねあの枚数が足りなくなったり適応能力見てっていうところにもえなりますし、まあ、ジャイアンツ戦でね最後先発した時もあの この総チェックのね動画の中でも言いましたけども。 うんまあ、そんなめちゃくちゃねあの絶対ダメやっていう感じでもなかったんで、えー、面白い存在になるんじゃないのかなっていうところでね2号、まあ、ちっていうところになりましたけども、まあ、基本的にね、まあ、ロッテは今後ろカはね、まあ、無失点とあとハーマンマスダっていうところがね、えー、きっちり3枚勝利の方程式としていますけども、まあ、あのこの前のね週末ホークス戦ね3連投を、まあ、一時ね解禁っていうところで、まあ、でも日曜日はねハーマンが投げてっていうところで、まあ、中継ぎもね連投っていうところは、まあ、今後もね まあ最後の最後勝負になったらねそんなことも言ってられないですけど、まあ、今の段階ではまだ、まあ、2連投までっていうところがね基本戦で起用していく中でもう一枚ねっていうところでまあサイドの東場とかね小野、えー、など右投手、えー、言いますけども。 まあ150キロオーバーのストレートをね力勝負投げていくっていうところでまあリリーフとしてねその1枚澤村がっていうところでまああのマリンズの補強ポイントにも一致しますしまあ万が一中継ぎでもねまあそこそこまあ潤ってきたなってチーム内でできるんであればまあ6番手5番手の先発用意としてもまあできるというところでまあ,あ,あいろんなピースに備えて臨機応変に考えれるかなっていうところもありますしまあここまで来るとねまあ今年は120試合と少ないですしあと半分も切ってるっていう状況で今の現状 考えると、まあ、優勝もね狙っていけるっていうロッテのチーム状況の中もう今年優勝するためにはっていうね意思での沢村の、えー、トレードと。 思うんで、まあ、このム村と勝樹の、えー、トレードの話、まあ、これはあくまでも推測ですけども、まあ、ロッテ側から掛け合ったトレードかなとロッテ側からム村、えー、どうかなっていうところで、まあ、ジャイアンツ側が勝、ね、樹っていうところに、まあ、陥ったのかなと、まあ、給料差は、ねえー、ありますけども、えー、今年ロッテが優勝するために、えー、ここから、ね、逆転ホークス首位いくためには、ね、このム村のトレードっていうのは非常によかったですしム、まあ、村としても、ね、今ジャイアンツで、えー、一軍の場で活躍できない、まあ、最初は、ね、三軍に でその後コートで2軍になってそれでもまだ2軍にいるっていうところでねまあやっぱり選手は1軍で活躍してなんぼの世界ですから、まあ、ジャイアンツで2軍にいるよりねロッテに来て1軍でしっかり活躍して。 好きな野球をねこの1軍の場でプレーできるっていうチャンスがあるっていうことを考えればね沢村のロッテ入りっていうのも本人にとったらまあかなりプラスになるんじゃないのかなっていうところも、えー、ありますしチームの今状況っていうところで考えるとねうまく働けばそれでチームの良しとしてちょっとね言い方表現難しいですけどもしうんあんまり意に沿った活躍ができなくてもね0を1にするのが目的であってこの0がねもしは0でも0のままっていうところで、まあ、マリンズにとったらねまあ給料面っていうところのね高級っていうところ ところありますけど優勝に向けてこのトレードっていうのは非常に編成としてはね え迅速ななな動きできでたんじゃないのかなと評価しますねで続いて、まあ、ジャイアンツのことを考えればですね、まあ、勝樹がトレードになりましたけども、まあ、ジャイアンツはね今年あのウィーラー高梨っていうところを楽天からトレードして今の一軍の戦力で言うともう十分すぎる戦力があると思うんで今のチームをどうのこうっていうのはまあ考えてないだろうなと。でまあね池田そして高田っていうね、まあ、2人のピッチャーをトレードで出したっていうところもありますし今ねちょっと前の報道で今年のドラフト1位は、えー、即戦力大学戦力 社会人即戦力の、まあ、外野手を取りに行くと、えー、ちょっとパワーバッターが、えー、いないっていうところと、まあ、加盟で、えー、ようとかちょっとね 高年齢化外野手がしているとで若手の外野手っていうのはちょっと足が速くて、えー、コンパクトなバッティングっていうところができる選手が多く、えー、パワー型のねあの外野手の選手がいないっていうところでそのドラフト1位でね外野手を取りにいくっていう報道が出てましたけどもで、まあ、その報道の中でね今の一番のチームの補強ポイントは、えー、投手とそして、えー、外野手っていうね、えー、しかもパ,パワー型っていうところをね、えー、公言していた中でのこの勝樹のトレードっていうところは、まあ、勝樹はね基本、えー、サードとファースト そうですけどもまあ今年もそうですけど二軍でもね外野もしっかり守ってますしファーストサード外野だからまあ岡本とね守備位置は同じような感じでできるんじゃないのかなとでそうなったところでねまあ外野手で、えー、パワー型っていうところのまあ今のチームをどうのこうのするよりも未来の投資として勝木がね白羽の矢が立って、まあ、ジャイアンツにっていうところでねまあ勝木もね、あのー、今は二軍で、えー、ロッテのところでまだ修行の身かも分からないですけども、えー、今年はチームトップの打点ですかねあれリーグ1位だったから ファームだってちょっとそこまで詳しくちょっと見れてないんですけどあの確か1位か2位ぐらいの2軍でもねファームのいいスタンの記録だったと思うんですけど勝負強いバッティングもしてますし、まあ、打率もね3割弱ぐらい打ってホームランが5本ぐらいかな、えー、打ってるっていうところで、まあ、未来に向けてね期待もすごいできる、えー、選手になってるで巨人の、えー、今の補強ポイントっていうところが合致する巨人にね喜ばれて迎え入れられるわけですから勝木にとってもね 非常に、えー、チャンスが多いいと、えー、とこと思いますし、まあ、同じ関東圏なんでねそんなに、えー、のー移動宿舎、えー、今も寮,寮なのかな1人暮らししてんのかな、まあ、そこまでちょっと分かんないですけども、えー、そういった住居の面でもね同じ関東内っていうところで移籍しやすいっていうところでもなりますし、まあ、ジャイアンツはねバーンといけばもう全ての面がお金も含めてバーンと上がるんでねすごいやっぱりいいこの勝家にとってはチャンスだと思いますし、まあ、どっちにしてもね澤村にしても 勝木にしてもそうですけどもあのこのトレードはね追い出されるっていうよりも欲しい球団があって喜ばれていくっていうねいわばみたいなもんですよねプロ野球株式会社があって千葉支店から水道橋支店に栄転していくっていう勝木はねで逆にあの沢村は、まあ、水道橋支店ですけども水道橋支店の今子会社の嫁ランド支店に行ってでそっから千葉に栄転っていう形でね、まあ、最後はですね本人の頑張り試合でね 今のウィーラーラとか高梨もしくはあの日本ハムに行った太田、えー、みたいな感じになる可能性もあるし、えーまあ、頑,張れな頑張れなければねこれはどこのチームに行っても同じっていう結果もなるんで、まあ、非常に有意義な、えー、トレード、えー、だったんじゃないのかなとだからまあお互いね頑張ってね、まあ、沢村はここから、ね、ロッテの逆転の、えー、優勝に向けてねチームの一員になって、まあ、150キロ以上オーバーのね 東京を期待ししたいし、まあ、変化球さえストライク入ってねもうストライク取れれば、まあ、そんな簡単に打たれるピッチャーじゃないと思うんでそこの請球だけがね、えー、課題かなっていうところはまあロッテに来ても続いていく、えー、ことでしょうし、まあ、勝気はね、まあ、今年っていうよりも未来のジャイアンツのクリーンアップをね打てる存在になれるように、えー、しっかり、えー、修行してですねジャイアンツの栄光のレギュラーっていうのを是非 勝ち取ってもらいたいなっていう思いもありますし。しまあ、2人ともね頑張ってもらいたいという思いですと。とこっからもね。他の球団もどんどんこっからトレードの話がね。できる状況になってくると思いますしね。またその都度いろ、えー、んな速報をね。佐々木チャンネルで打ちたいと思います、えー、ちなみにですね明日火曜日朝の6時からテレビ朝日。 グッドモーニング」っていう番組に、えー、火曜日スポーツコメンテーターとして佐々木出てます、えー、そちらの方でもあの今,今日の沢村の件のトレードの話っていうのをね番組内でも、えー、しますし GMVP っていうコーナーもありますから是非皆さん起きたら佐々木グッドモーニングテレビ朝日是非見てください6時から8時まで出演します今日はありがとうございました